水古伝水古伝百八千一覧表。そうただし創生は中国の小説で読んだ駅書の一つである水古伝に出てくる登場人物。梁山白第八十一位の高官で時計性の生まれ変わり。あだ名は三沢棚木で代々肉屋の生まれであり、その包丁裁きが見事なことに由来する。もともとは東京海夫婦に住んでおり、山東へ商売に出かけたが失敗し、 高齢校から半日ばかりのところで居酒屋を経営することになった。八十万金群の武芸師範だった林中から武芸を学んだことがあり、武術の腕はそれなりにあった。ある日、店に来た大男が支払いせずそのまま店を出たところを、そうただしは棒を持って追いかけた。しかし、その大男が容姿と知ると、自身の居酒屋でもてなし、 精神綱を奪われてしまい場所がなくなるという身の不幸を嘆き悲しみ敬意を表して義兄弟のちぎりをかわす。そして、容子に、青州にある二隆さんに行って山賊になるように進め、容子を送り出した。ところが、容子は、大男の坊主の露地心を連れて、再び舞い戻ってきた。話を聞くと、露地心も二隆さんの山賊になろうとしたが、 そこの山賊の棟梁に断られ、山門から締め出されたところ、陽枝と出会って戻ってきたという。そこで、宗忠氏は策を練って三人で二竜山へ向かい、露地神を捕まえたと偽って山門から潜入した後、露地神が棟梁を殺して三人は山賊たちを降伏させて、弟下にした。宗忠氏は一旦山を降りて店を畳むと、そのままに竜山に立てこもった。その後、 竹松、オン、朝青、孫次長も加わり、勢力を広げていったが、青州から古典尺率いる討伐隊が東伐山を攻めたことから、二竜山、東伐山、白古山、そして、両山泊と協力して、古典尺と捉え、青州城を陥落させる。そして、総太ただしたちは、そのまま両山白入りする。両山泊入山後は、家畜の土殺担当管理者となる。 その後は、前線に出ることは少なかったが、北京攻めに参加している。朝廷、正安後は、両国戦、タトラ、王、OK、家討伐に参加したが、放浪討伐の先週攻めで六夜に当たり戦死する。ありがとうございます。